さずらおとどチャンネルようこそ、まあ、サニーでございます。さあ今回は、前回の動画の、続きなんですけど、まあ、ジンコさんの、イベント、まあ、今回は2部制ということで、昼のは、まあ、マルシェスタイルのイベントで、夜の部は、緑の丸さんというインストのバンドが、まあ、ライブするということなんで、そのライブのね、様子もちょっと撮影許可が出たので、少し撮影したいと思います。でもちろん、コロナ感染症対策もしっかり、取って、まあ、みんな不織布のマスクをつけて、まあ、いろんなルールがあるので、それに従って楽しみたいと思います。それではちょっと受付の方行ってみましょう。いや楽しみですね。どんな感じなんですかね。ね、カメラマンさんもね、はい、ありがとうございます。はいはいはい、こんばんは。あ、どうもいらっしゃい。はい、今回2部制ということで、はいはい、2部の、まあ、緑の丸さんのライブもちょっと撮影、はい、していいということで、はい、撮影させてもらいます。楽しんでってください。はいはい、まあ、いろんな感染対策をしっかりやって、はい、はい、楽しもうと思います。それでは、はい、ちょっと待って、はいはい、はい、OK です。あなたもね、はい、マスクもあるし、はい、チートもありました。ちょっとカメラマンの息が検温してね。はい、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 OK です、はい。お邪魔します。はい、お邪魔します。お邪魔します。はい、ドリンク、はい、はい、です。はい。今日はあの萩原君の車でしたけど、僕は飲みやったね。はい、はい、じゃあ今ね。はいね。今日僕運転じゃないんで、はい、任せてください。はい、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 じゃあ今日は飲ませてもらいますね。いただきます。今回出てくる緑の丸さん、はい、まあまあ、インストのバンドなんで、うん、まあ、曲が、まあ、そんなに分からなくても皆さん、楽しんでもらえるかなっていう感じなんで、まあ、概要欄、まあ、今多分、インスタグラムかな、はい、インスタグラムのアカウントもあるので、それもね、まあ、出しておきます。であと概要欄にリンクも貼っておきますので、はい、興味がある方はそちら、ご確認してください。ちょっとねライブが始まるまでゆっくりしたいと思います。ジンジャーエール、はい、ありがとうございます。11日だ。いい庭の日にの開催するあのことができました。で、もうちょっとだけ待っていただいてあのスタートになりますんで、正直さっきあのリハーサルの音バンって最初聞いてもうちょっと涙ちょっと出てしまったぐらい
そう、まあ、まとったのもあるんですけど、ちょっと想像よかったんで、漏らしてしまって。あれだ。まあ、今からもうちょっとで出てきてもらって、もうちょっとお待ちください。皆さんどうもこんばんは。どうもありがとうございます。やっと来れましたジェンコ、今日はね、ジェンコ4周年おめでとうということでね、やり直していきましょう。そこから始めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。
やりたいなってちょっと思ってますけど、皆さんまたここで緑の丸見たいですか？ってことはやったら来てくれるってことですよね。じゃあまた呼びます。まあさっきもちょらっと言われましたけど、まあ、多分6周年が濃厚だと思うので、また決まったら、決まったらまたアナウンスしますんで、で今その後ろの方で物販が始まってます。グッズから CD、T シャツ、たくさんいろいろありますんで、皆さん、いつもよりちょっと財布の紐を緩めて、1個買うとこ2個3個まさには CD 全部まあそういう感じで、サインとかも心よく写真とかも受けてくれると思いますんで、また最後そこも楽しんでいってください。で、帰りの際は気をつけて、うちに着くまでが神ホリニアです。来た時よりも美しく安全運転で帰ってください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、ライブ緑の丸さんのライブ終了しまして、前半ちょっとだけ動画撮って、まあ、あとはもう楽しくなっちゃって最前線で踊ってたんで、ほぼ動画がありません。申し訳ないです。もうすぐ多分このエンディングになったと思うんですけど、まあ本当にね、最初の数分でもう気になった方はもう、概要欄にリンク貼ってありますので、もうそちら見てくれた方が早いんで、で僕も後で物販で、CD 買って帰ろうと思います。今回の動画はこんな感じです。なんかわちゃわちゃです。それではまた次の動画で、あー楽しかった。次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。